アイソン・ウォーヤは、日本の舞台俳優、劇団、新幹線、アピチュード所属、三重県桑名市出身、三重県立桑名高等学校、大阪市立大学卒業。1995年に、劇団新幹線に入団し、1998年には、佐々木智弘、中谷里美と,と共に、演劇ユニット、アフロ13を結成。即興芝居ライブ、 タイソン・オーヤのハイドームを主催。音楽や朗読など様々なスタイルをミックスし、ユニークで新感覚な即興エンターテイメントの追求をライフワークとしている。ミュージシャン・ダンサーなど異色コラボも行い、運営から全てを自身で取り仕切り開催する。NHK 大河ドラマ、八重の桜、軍師官兵等テレビドラマや映画にも出演。ゲーム、ファイナルファンタジー XV。 日本では、モーションアクターとして出演した。近年は海外にも活動を広げ、中国映画、ドラマ等にも出演する。配信アプリ、ドキドキライブでは、同説という名前で不定期にトークを行っている。ID は、2億3336万5498である。また、配信アプリ、17ライブにて、 タイソン・オーヤという名前で不定期にトークを行っている。ID はタイソン・オーヤである。YouTube では無台本芝居配動もチャンネルにおいて台本なしで演技する即興ドラマを定期的に投稿している。なお公式ウェブサイトはタイソン・オーヤオフィシャルウェブサイト所属事務所はアティチュードである。ありがとうございます。